俺の隣の席にはゴスロリっぽい女の子が座ってる。なぜだかわからないけど、誰もこの子には話しかけない。なあ、何やってるの？絵を描いてる。ああ、そうか。見たいの？え？ああ、まあ、そうかな。これは私が作ったキャラクター。え、ああ、はあ。名前は黒崎崎ジャック。すごくかっこいいけど、実は闇が深くて半分魔族なの。親は魔族に殺されちゃって、その魔族の力を吸い込んで生きている。ジャックは戦いが好きで、血を見ると興奮して暴走する時もあるの。でもね、みんなジャックのことが好き。すごく強いし、あと意外と優しい人だし。それからね。ああ、そうなんだ。これ聞いちゃダメだったやつだ。なあ、いつまでついてくるつもりかな。だって友達だよね。わかったよ。駅ぐらいまでならいいよ。恥ずかしい。